皆さんこんばんは、絆長崎です。いやいや、なんていうか、お持ち帰り魚が0匹で、帰りにイワシを2匹買ってきて、なめろうを作ったという、お腹が空いたら棒ラーメンの屋台の豚骨味が出たっちゅうことで、知らんかったなあカル君。よいしょ、クーちゃんのおとんです。初かもしれませんね、麦の旨味というわけでございまして、いろいろなことをお疲れ様でした。長崎県35度、明日37度らしいです。ああ、竿がね、長く使ってたんだけど、もう竿先が合わなくなって、エギングロッドのやつに変えました。しばらくはこの短いやつで頑張っていきたいと思います。ちょっといただきたいと思います。千葉県産って書いてた。うん、久しぶりにショートじゃなくて、気づいたら1分超えとった。動画の方で上げていきたいと思います。小骨はね、もう私は気にしません。あー、うまいな。昔船乗りの方が仲間にお昼でお刺身をたたいてお皿に出したところ、その漁師の仲間が、これはなんてうまいんだ、皿まで舐めよう、舐めろ、舐めろってなったそうです。ピチ、一番小さなピヨコです。ピチです。ちょっとちっちゃかですよ。いいよ、こいしょ、もっとなるやろ。おお、いろいろなことをお疲れ様でした。また次回予告ということで、ショートの方で上げておりますけれども、サビキ釣り、アジ釣りやっていきたいと思います。これ縁日のやつです。ガチャガチャの世界、この金魚取ったろうかな、ドライどうなんやろ、ポイもついております。あ、よかった、茶化した、ポイもついております。毎日が縁日でございまして、春夏秋冬、ポテチもあります。カルビーさん売り上げナンバーワン味は薄塩味らしかです。 10% 増量、今だけ、後で食べていきたいと思います。久しぶりですね、ゆっくり喋るのは。今日のスポットライトは、めっちゃおるけど、はずかもしれませんね、ワンピースレッド、歌です。